こちらの延長句伝物は、現代では不適切な表現がありますが、作品を尊重して読みますことをお断りいたします。成平文治漂流記談第十六回悪をもって悪を倒すは天の成敗、善をもって善を助くるは真の善根。場面一大友万流権はどこまでも、 悪に手を染めます用語解説七つ下がり午後四時過ぎのこと金家青木金家のこと赤い切れをかけた女吉原では見習い中の若い女郎のこと大友万竜犬の家に連なるものあるいは奉梅などは 目の寄るところへ玉といって悪いやつばかり寄ります。その中に安部忠五郎というやつは見かけは弱々しいやつで腹の中はよくないやつで大友にへっつらいまして金でももらおうということばかり考えております。ちょうど七つ下がりになりまして大友のところへ参りますと幸い晩作もおりません。 万ンリ一人で、小野正左衛門を殺して取った刀へ、ち子を振って楽しんでおります。万ンリ誰だえ阿部でございます。ただいま、お玄関へ参ったところが、誰もおりません。中の口へ参っても、御門邸もおりませんから、通りました。何ですお磨きですか さあ、こっちへ来な。誰もおらんが、これは先だって、お茶の水で斧を殺害いたして、はからず手に入った脇差しだが、彦四郎定宗だ。ごく生涯よろしい。はあ,あ、あの時の。また、先だっては多分の頂戴ものをいたしまして、ありがとうございます。 口頭は尺道七個に金で千鳥が三羽出ている。目抜きにも千鳥が三羽出ている。後藤僧侶の作だ。大したものですな。使いとも悪くない。唾は金家だ。あの伏見の金家、結構でございますな。鞘はろいで、 別に見るところもないが小遣はない。貧乏して小遣を売ったと見える。思いがけないものがお手に入るもので。久しく来ないからどうしたかと思った。時に先生、申しかねましたが、市ヶ谷の親類のものに子供が両人あって、亭主がしばらく患って別に頼るものもない。 義理ある親類で嘆いてまいって助けてくれんかと呼んどころなく金子を貸してやらなければなりません手前も貧乏でございますから貸すどころではございません誠に申し上げかねますが先生50金拝借を願いますふーんついこの間20金やった上に また三十金というので、お前の言う通り五十両からやってある。それは存じております。再度お手数をかけて、こんなことを申し上げるのでございません。読んどころないわけで、一時のことで、九月、遅くも十月までにはご返金いたします。これは別にご返済いたします。 ううん、うん、今手元に金がない。お前にも水庵にもやってある。お菓子しださらんか。はい。よろしゅうございます。無理に拝借いたそうというわけではございませんが、先生拝借を願います。足元を見て申し上げるようにおぼしめすかしれませんが、さようなわけではありません。 この度は困るからでございますが、手前のものようなものでお役には立ちますまいが、手前にこうしてくれんかというときは、先生にご婚命をこうむっておりますから、嫌とは申しません。はいと申します。こと、露見致せば命にも関わることでも嫌とは申しません。義理というものは 仕方がございません手前も義理だから先方に貸してやらなければならん。できなければ仕方はございませんが、あの時命がけのことをして、その上ならず、定宗の刀がお手にいれば、200金ぐらいのものがあります。お金ができなければ、その刀を拝借して、七に入れましょう。 無礼なことを言ってはならん。人の腰のものを借りて七に置くというのは、無礼至極だろう。そうですか。あなたの刀ではございますまい。小野正左衛門の。これこれ、大きな声をしてはならん。お貸しくださらんければよろしゅうございます。一旦金などを貸してくださいと言って、 貸してくださらんと言うと、着にくくなりますから、ご無沙汰になります。手前も一杯飲みますから、うっかり飲んで、口が多うございますから、ぶちたたきをされれば、お茶の水のことや何か喋れば、あなたのご迷惑になろうとも思います。ふ、うん、だが、この刀を持って七に入れられては困る。 他から預かっておる金を融通しよう。いろいろそれについて、貴公に頼むことがある。貴公も私の悪事にンして、それを喋って、医種返しをしようということもあるまい。お互いにきれいな体にはならないから、もう一稼ぎしようじゃないか。どういうことでございます 「うちじゃ話ができないから今に射程が帰るから亀戸の巴屋で一杯やって吉原へ行こう」「取り急ぎますから金子を拝借します」「押上げの金座の役人に元手前が剣術を教えたことがある」「そこへ行けばどうにかなるから一緒に行こう」 金さえできれば参りましょう。と、これから巴へ,へ行って酒を飲みます。もとより好きだから中五郎をどっさり飲みました。中五郎、もう酔いまして帰りましょう。金数を拝借したい。これは五十金。わしが金座百人のところへ行って、この金は、 明日までに届けなければならん金だが吉原へ行けば才覚ができる浮田金太夫という人を知っているだろう河内の神の公用人のそうよ内緒で遊びに行っている金太夫に会うまで貴公は田へ行って赤いキレをかけた女を抱いて寝ていれば百均は才覚する 久しく遊びに参りませんよ。妻が没して二年越し、独身でおります。参りたいなあ金酢をいただいて待ってる間、赤いキレと寝ているなどはありがたい。金を早く持って帰らんでは、市ヶ谷の親類の方はどうする金を持って行けば、明日でもよろしゅうございます。 元気な籠というのもなんだからブラブラ歩こう」と貸し提灯を下げてせったばきでチャラリチャラリとマタベイ橋を渡って押上橋のところへ来ると入りのところへいっぱい水が入っております向こうのところは受け地の田んぼでチラリチラリと農家の明かりが見えます真の闇 へえ弁をしたいが少し向こうから人が来るようだからよろしゅうございます私も出たいからお付き合いしたいそうかそんならわしがちょうちんを持ってやろうと元より貸しちょうちんでございますからああかりが消えるようだ消えましたか困りましたなあ 一本道だからよろしいが明かりがなくては困りますなうっかりしていた困ったなどこかへ行って借りよう。通り道に家があるだろう。構わず弁をしなよ。さようでございますか。よろしゅうございます。とうっかり向こうを向いて弁を足そうとするところを。 シュッと抜き打ちに胴腹をかけて切りまた喉元を切りましたから首が半分落ちるばかりになったのをそっかにかけてドブーンとたまり水の中に落としてしまいました海中から小菊を取り出して海苔を拭い鞘に収め折りやちょを下げてえい、ー、と クラマの歌いを歌いながら、悠々と割り下水へ帰った。場面2。文字のところへ久しぶりに盛んの伊太郎が訪ねてきます。用語解説。存在え者。存在者の江戸なまり。頼もしくない。誠意がないということ。 縁だり差し引きゼロにということ押し付けかねえ間に合わない十分でないということその翌日文次郎が様子を見て大友の道場へ切り込もうといたしますとただいまなればちょうど午後2時半ごろ文次郎の宅の玄関の前を 「行ったり来たりしておるのは左官のいたろう」「森松」「どうしたえ?」「森松か」「大ご無沙汰をした」「旦那がどうしたって心配をしていらうちを間違えたのか行ったり来たりしている」「どうも豊島町の棟梁のようだがどうしたのかと思っていた」 うちを間違えるようなわけで、大ごぶさた。森松、おらのうちに嫁が来た、いい女だよ。冗談じゃねえ。知らしてくれれば、くせえかつぶしの一本か、すっぺえ酒の一杯でも持って、旦那おめでとうごぜえやすと言ってきたものを。まだ本当の祝儀をしねえから、 どこへも知らせねえのだ。大丈夫だ。心配しなくてもよろしい。祝い物はどこからも来やしねえ。表向きに婚礼をすりゃ、おめえのところへも知らせら。旦那に言ってくんねえ。これはつまらねえものだがってあげてくんねえ。旦那、伊太郎が来ました。文治。 そうか、こっちへお通し申せ。おっかさま、太郎が参りました。そうかえ。まあまあ、こちらへ。ご無沙汰いたしまして、おかわりもございませんで。おまえさんも達者で、ついこの間も噂をしておりました。さあ、こちらへ。伊太郎さん。 文次郎は大きにご無沙汰をした少し取り込んだことがあって今森に聞けばお嫁さんが来たって知らねえものだから知らせておくんなさればつまらねえ祝い物でも持ってこなければならねえ身の上でお祝いにも来ねえでなぜ知らせてくださらねえいやいやまだ ただいま文治の言うとおりうちわだけのことで改まって婚礼をするときはあなた方にも知らせるつもりでございます。だってわっちはうちやでございやすなあにそれはつまらねえものでございやすお嫁さんにお目にかかりてえ。まちや年がゆきませんから。 「へえー、こりゃどうもどうもそんなに長くお辞儀をなすっちゃいけねえわっちどもは二つずつお辞儀をしなければならねえこんないいお嫁さんはございませんねお姫様のようだわっちは存ぜいものでございやす一句久しく願いやす」次。夫様は ごでざいますへえなんでごぜやすか夫様はごそうでございますかわっちの近所の医者でごぜやすかい,いえあなたの親御様はわっちの親父ですかちっとも知らねえ。おめでたいところへ来てこんなことを言ってはなんですが。 おやじはこの2月おめでたくなりました。おやさっぱり存ぜんでお悔やみにも参りません。なぜ知らせてくださらん。わっちどものようなはんてんぎのところへおめえさんが黒い羽織できちゃ気がつまって困るからお知らせ申さねやれやれご愁傷さま。 お前様のようなさっぱりしたご気性だから口へはお出しなさらないが腹のうちではさぞご愁傷でございましょう。こっちの旦那のように親孝行をして死んだのでございません。ガキのうちからケンカッパやくってわちゆえに心配してあんな病心になって死にました。 達者なうちに好きなものでも食わせて死んだのなればいいがと思って死んでしまってから気がついても仕方がねえわっちが今度泣くと友達が笑って伊太郎は鬼の目に涙だってね文治。さぞさぞご愁傷のことでお見送りもしなかったのは残念に頼もしくない。 今のお嫁入りと縁だれにしましょう。わっちどもは付き合いが広いものだから、裏棚の友礼でありながら、小雨氏が800人目というので、なるほど、さぞご立派でございましたろう。それで、豊島町の八重門さんが、一人の親だから立派にしろというので、 組合の者が皆共に立って富士工の選達だの木魚工だのが出るという騒ぎで寺を借りて坊主が12人出るようなわけで立派なことでございましたなあそれもよいがろうそくだの線香だの香田だのと言ってうちのうちへ一平に積んで山のようになりました。 金でも持ってくれればいいに、食えもしねえろうそくなんぞ持ってきて、その掲示に茶の格袋でもつけなければならねえ。これが古千言あるようなわけで。なるほど、しかしながら、伊太郎さん一人の夫さんのことだから、立派になさい。へえ、なんだって、豊島町の藤子の先達だの。 法院がほらの階を吹くやら坊主が十二人。なるほど。それもいいが、ろうそくだの線香だの、くえもしねえものをもらって、警視をしなければならねえ。なるほど。ご孝行の仕さめだから、立派になすったほうがよろしい。身に余ったともれいで。 狩寺を五軒ばかりしなければ押しつかねえ酒がみたるあいてしまう貸しや何かから魚をもらって法院がほらの貝をふくさ騒ぎなるほどそれもしかたがねえが山のように線香だのなんだの七にも置けねえものをもらってそれもいいが京市に 歌詞と茶をつけなければならねえ。なるほど、立派にしておあげなさい。坊主を十二人頼むというので、寛大などを二軒にして、無垢もいいのをかけろというので、富士公に木屋公、法院がほらの貝を吹く。なるほど、立派なことで。それもいいけれども、 食えもしねえ線香やろうそくなどを山のように積んで菓子や茶の袋を配るのが千元もある。なるほど、伊太郎さん。あなたのことだからお差し支えもあるまいが、よほどのお物入りだね。へ、ええ、しようがねえ。他のこととも違うからご不足はあるまいが。 ご入用なれば、文次郎これだけいると打ち明けて言うてくださるのが、友達の真偽だから、多分のことはできまいが、少々ぐらいのことなら、ご遠慮なくお言いなさい。へえ、へえ、からびっしょり汗をかいてしまった。実は、金を借りに参ったので、道理でおかしいと思った。 一つごとばかりおっしゃるから、ご正直です。今まで身状が悪いから、菓子屋も茶屋も重さねえ。仕方がねえから、旦那のところへ来たが、玄関のところへ来て入りきれねえ。旦那、すみませんが、貸してくだせえ。ど道りで、よろしいよろしい。あなたが道楽に使うのではない。 立派なことです。何ほどご入用。それで済みますか、五十金。おっかさま、お貸し申しましょうか。御用立て申しなともさ。ありがとう、おぜやす。わっちは、消耗をかくにもかけませんが。こういうつまらねえものを持っておりやすが、百両の方に、 編弥陀ということもごぜ勢すから、これを預かってくさせ、と出したのは、高麗製品に長文の丸かなもの、後藤僧上の作でございます。立派な動乱だ。動乱でございますかこれは高麗国の亀の甲だというが、類い稀なるもの。これは名作だ。結構なもの。 どうしてこれをご処置でございますそれは何妙な、何、泥棒系になっていたのを拾ったのです。これはお前さんの手にあってもいるまい。いりませんとも。肩も何もいらぬが、これは預かっておきましょう。文次郎の手にこれが入るのは、万竜剣の天運が尽きて、 これが友之助の手に入って、ついに小野正左衛門の仇がわかるというお話、ちょっと一服いたしまして申し上げます。17回最終回へ続く